今、とても注目されてるのは、タイ人パイロットが、成田空港で感激することがあった、とのフェイスブックでの投稿です。今や、タイ人の間で拡散中で、タイ全土に感動を呼び起こしているエピソードです。世界で、最も、在位の長い国王として知られたタイのプミポン国王、88歳の死を悼み、タイ全土が悲しみに暮れています。訃報を聞いたタイ人のパイロットは、成田空港のショッピングモールで喪章を探したものの売っておらず、仕方なく生地専門店に向かったそうです。そこで体験したエピソードが、タイ人の間で拡散しているとのことです。2016年10月17日、エアアジアのあるパイロットが Facebook に投稿した成田空港での出来事が話題となっている。タイエアアジア X のパイロット、パット・パナチェットさんは、13日夜、バンコクから日本の成田に到着して、コクスプミポン国王の訃報を知った。そして、会社より、袋では、喪章をつけて搭乗せよとの通達を受けた。彼と乗務員たちは、翌朝、宿泊先の成田市内で、黒い布を買い求めた。入った店には、日本語しかできない女性店員がいた。黒い布を1メートル欲しいと伝えようと、身振り手振りで伝えるが、やはり要領を得ない。しかし、王様の画像を見せてみると、女性は、すぐに彼の欲しいものを察してくれた。そして、ソーリーと10回は言っただろうかと彼は綴る。彼女は、私たちに起こった不幸な出来事をすぐに理解してくれて、超よ、ソーリーという唯一の英語で伝えようと、何度も何度も口にした。そして涙を流した。という、パイロットと他の乗務員たちは、おかげで、搭乗時には、喪章をつけて乗り込むことができた。パットさんは、日本人が、自分たちの国王を知っており、そして、今何が起きているのかを理解した上に、一緒に涙を流してれた日本人に、この上なく感動し、感謝しているという。そして、この話題は、あっという間に4000件以上もシェアされ、タイ自身でも報じられるに至った。以下、パイロットのパット・パナチェットさんが Facebook に投稿した内容の要約。日本が、私たちと同じく君主のいる国家なのは、おそらく理由があると思う。日本行きの便に乗っていたため、パイロットと乗組員は、突然の訃報を日本で聞いた。悲しみに暮れつつも、正式な知らせがあるまで一旦解散した。翌朝、母に頼まれていた買い物と、そして、喪章を買うために、ショッピングモールへ行った。バンコクから喪章をつけるよう、メールも来ていた。しかしながら、喪章は売っている店はなかったので、生地専門店に行くと、二人の日本語しか話せない年配女性がいた。喪章の写真を見せたが、やはり売ってないようだ。自分で作ろうと思い、1メートル単位の黒い布を買おうとした。疑問を浮かべる彼女たちに、国王陛下の写真を見せたところ、突然泣き出した。申し訳ありません、申し訳ありませんと、何度も何度も大泣きしながら、哀悼の意を伝えてきたのだと思う。そして、彼女たちは、泣きながら喪章を作ってくれた。きっと敬愛する人を失う気持ちを、私たちと同じように理解してくれているのだと思う。とっさに対応された店員さんの真心が伝わってくるようで、これこそ、日本の和のおもてなしとでも言えるのではないだろうか。言葉は通じなくても、人の心は通じ合えるものだと心が動かされた。